はい、こんにちは、山本一郎でございます。今日お伝えしたいのは、いろんなその伝染病が出てきてしまったおかげで人間の働き方はどうも変わっていくぞっていうことをお話ししていきたいと思っているんですけれども、大体大きく分けて3つのことがあります。1つはその、専門の医師の方とか、要はリスクに関わる人たちが遠隔医療をやってですね、直接その患者さんと関わらずに感染症の拡大を防ぐぞみたいな、そういう話が出てきたよというのが1つで、もう1つがですね、海外との働き方、まさにこう今こう入国 その制限だったりとか、場合によっては入国禁止みたいなことが起きているんですけども、こういった問題について今まさにそのどういった枠組みで解決すればいいのかみたいなことが話し合われているようではあります。で、3つ目がその非正規雇用の人たちの話ですよね。で、これずいぶん前から働き方改革だとか、あとそのリモートワーク その推進とか、いろんな今議論があるんですけれども、このあたり含めてですね、今回 その感染症の拡大によってですね、人と人の顔を突き合わせて仕事をしなければならない環境、もしくはその人が一斉に同じ時間から働き始めて一斉に帰るような職場環境、そのあたりがこう、感染症の拡大に大きな悪い影響を及ぼしているよねっていうことが明らかになっていく中で、じゃあそれはやはりその人の暮らし方やその都市生活の在り方そのものを変えていく必要がないかないよねっていうような議論になってきたというのは、非常にこう、興味深いというか、来るべくしてきたものなのだなというふうに思うわけなんですけれども、まず一番最初にお話しするのはその医療関係者で、医療関係者 その遠隔医療の問題というのは、これむしろその過疎化の問題とともにですね、議論が出てきた側面があります。これはもう厚生労働省がいろいろ今まで過去いろんな審議会をやったりとかですね、場合によっては中医協であるとかいろんなその関係団体がいろいろ温度をとってですね、遠隔医療を進めていかないと、日本も含めて成り立たないですよねというような話をしているんです。これ何なのかというとですね、お医者さんもやはり人間なので、あまりこう僻地に、病院の口があったとしてもですね、いくら高い給料を保障されても行きたくないわけですよね。なのでその無医村の村、もしくはその無医地域、お医者さんがいない地域というのができてしまうわけなんですけれども、これって具体的に何なのかというと、やはりそのいろんな地域にこうお医者さんが行ってもですね、お医者さん単体で診療できるものってのは非常に限られているわけですよね。でましてはその、ベッド数の10以上のクリニックではない、診療所ではない、ちゃんとした医者医院を作るぞって話になってくると、当然その地元の自治体においてはそのいろんな出費がかかるということになってくると、やっぱり人口が1万人とかそのぐらいの町ではですね、もしくは村ではですね、お医者さんを1人抱えてどうにかなるようなその公衆衛生を実現できないっていう、そういうことになるわけですよね。そうなっていくと、そこにこう非常にコストの高いお医者さんをその地方に貼り付けても、来る患者さんをきちんと診療できないだけじゃなくて、専門科医もそのきちんと配置できないとなっていると、じゃあそこでこう一回そのいろんな患者さんがその地方にいる、おじいちゃんおばあちゃんも含めている。で、それを一回診療所で受け止めても、結局それなりの中核市のですね、大病院で検査をし直さなきゃいけないっていう話になると、二度手前になってるわけですよね。でさらにその救急の医療に関して言うと、そういった1人しかお医者さんがいない地域だと24時間対応になって無理ですから、そうなってくると、じゃあ何のためにその少ない お医者さんをですね、地方に貼り付けるんだっていう話にもなってきてしまうと、そうなってくると、ちょっと風邪をひいた、熱が出た、歯が痛い、そういうレベルの話は、遠隔医療でそのお医者さんがちゃんと患者さんと向き合ってですね、対面でこう話し合う、オンラインかなんかで対面で話し合う中で、きちんと診療していけば十分こと足りるんじゃないのと、熱が出たと、じゃ あお薬送ってあげるから、それをちょっと飲んでその養生してくださいねぐらいのことが、将来的にはできるようになるであろうと。で、今そこら辺の話がそのようやくぼちぼち出てきて、地方 その医療体制の再編成みたいなことを、まあ、これからやっていこうということ でさらにはその地元地域の医療に対してそのかかりつけ医を中心とした医療制度改革みたいなのをやってるんですけども、その成り立たない地域をどうにかするっていうことを考えたときに、むしろその今までは地方の問題だったんです、遠隔医療というのは。ただことここに来てその都市部でですね、その急にそのドーンとその感染症の人の患者の数が増える、その疑いが増えるってなってくるとですね、今度その感染症専門医の数自体が足りない。でもっと言うとその感染症専門医をその患者候補から守らなければいけないっていうこともなってくるわけですよね。でこのあたり非常にデリケートな話なんですけれども、まずマスクの問題ってあったじゃないですか。皆さん買い集められましたよね。
であれっていうのはその、まあ、医療資源だっていうような話になってくると、まずその医療資源を一番最初に誰に回さなければならないかっていうトリアージっていう問題があるわけですね。でこのトリアージって何なのかっていうと、まあ、非常に緊急の時に誰を一番最初に守らなければいけないかっていうそういう、まあ、順番を決めるっていう作業があるわけなんですけども、まず一番最初に守られなければならないのは医療関係者で、これ何なのかっていうと、医療資源というのはそこがその先に倒れちゃうと、その例えばその今回の感染症みたいなことで先に感染症になって戦力として除外されちゃうと他の人を診療できなくなるんで、より感染が拡大してしまうことになりますから、彼らを一番最初守らなければならないって話なんですよね。で次に、まあ壮年の若い人、要はその再生産能力のある人、社会を回すことのできる人を次に助けましょうと、これはその20代から30代の女性がまず入るんですけども、まあ、彼女たちが一番最初に守られるべきですと。で次いでまあ同じく壮年の、まあ、男性、まあ、20代から40代の男性、まあ、10代も含む人たちもいるんですけど、この辺りがまあ守られると。で3番目に子供たちを守りましょう。で最後に高齢者っていうような形でですね、まあ、トリアージが決まっていくわけなんですけども、今その日本の医療資源をそのしっかりと回していくにあたって、やっぱりこの医療関係者をどうやって守っていくのかっていうことをちゃんと考えていかなきゃいけないということがようやく議論として出てきてですね、なのでその感染症専門医ですと、今まさにそのツイッターだとかテレビだとかいろんなところで発信されている方々がちゃんとその安全臨床ができるような形で、彼らを守れるような仕組みを作っていかなきゃいけないと。これはそのマスクだとかそういう、まあ、一般の人も手に届くようなものだけじゃなくて、まあ、他に例えばその移動する車であって安全な車であったりとか、もしくはその、まあ、そのご家族も含めたきちんと安全なところに対応できるような仕組みであったりとかっていうのを、まあ、ちゃんとこう準備していかなきゃならないと。まあ、そうなってくるとそのお医者さんの働き方っていうのもかなり今までとは変わってくるようになるでしょうと。つまりはその、まあ、風邪がひいたよと具合が悪いよと言ってその病院にその関わろうとする患者さんに対して、まあ、いきなりお医者さんが会って話をするというよりも、まずそこでこう一つその、まあ、遠隔医療的なそのスクリーニングをやってですね、でそこにこう人工知能だとかさまざまなテクノロジーを挟んであげてですね、まあ、このぐらいの その、まあ、主訴の内容、患者さんの その、まあ、話をする内容であればまずこういう処置をしましょうということで、まあ、最初に検査をしてみたりとかですね、最初にその、まあ、その接触するのが医者にならないようにするということが、まあ、これから出てくるのかなというふうには思います。でそうなってくるとそのいわゆるまあ、医療コストを削減する目的で特にその地方 の、 その医療を立て直す意味で行われてきた遠隔医療の議論というのはもっとその都市部だとか今回みたいなその緊急対応日だとかそういったところにまでどんどん、まあ、波及をしていくんだろうなというふうには思います。なのでその、まあ、これからその厚労省もそうしっかりとした議論を積み重ねていくんだって、まあ、はっきり言ってましたけれども、今回その例えばそのソフトバンクさんとか LINE さんとかが沖合に停泊しているフェリーでたくさんの感染者がいたんでその、まあ、通信機器を回しますみたいなそういう話をしているんですけど、これなんかも特に そこから出てくるその公衆安全の情報をそのフェリーに乗っている人たちに対してもちろんその提供するだけじゃなくて、何か本当に具合悪いよ、体調が悪くなってきたよ、なんかその咳が止まらないみたいな人たちが、まあ、すぐにその遠隔医療ができるようなですね、体制にまで早く持っていきたいということの表れなのかなというふうには思うわけであります。まあ、打足ですけどその日本の対応がそのよろしくないということでアメリカがそのチャーター機に回してきちゃったんで、ちょっとそのあたりの議論というのは、まあ、おそらくそのお話としてはかなり前後してくるのかなというふうに思うんですけれども、まあ、お医者さんに関する議論というのはそういうことで、おそらくその今回の問題をその契機としてその、まあ、医療的なその一番最初に患者さんと接触する、まあ、看護師だけじゃなくてお医者さんというような医療資源をどう守るかという議論にまあ今後なっていくでしょうし、働き方も大きく変わっていかざるを得ないのかなというふうには思います。でついでその国際的な人の動き方、まあ、これに対してもその非常にその働き方改革の中でも議論されていくでしょうけれども、今回その海外のいろんなコンベンションが中止になりました。まあ、バルセロナで行われるその通信系のイベントも中止になりましたし、まあ、このあといろんなその、まあ、4月から5月にかけて行われるその見本市の類も、まあ、人がそのいろんな国から大勢集まるということで、まあ、そうなってくるとそれをまあ起点として感染症が大きく拡大するんじゃないかっていうそういう懸念が持たれることになりますので、そういったものを自動的に、まあまあ、イベントとしてはその開催をやめたりとかですね、大幅に縮小したりとかですね、あとその招待する国をその限定したりとかっていうような形にどうしてもならざるを得ないのかなというふうには思います。でそうなってくるとその世界的なその人の移動に関するその制限というのは、まあ、この後、まあ、少しの期間だとは思いますけれども、まあ、強まっていくのかなというふうには思います。
で、今まさに中国がその4月をもって、危機的な状況のピークを脱するんではないかということを見解として出してきたんですけども、これはあくまでその武漢周辺の話でございましてですね、武漢は確かに感染の中心であって、そこから多くの人たちは500万人移動したっていうのは本当かどうか分かりませんけども、そこからいろんな人たちがいろんな地域に行って感染を広げてしまって、それがその国際的な問題になりましたっていうのは今回の事件の一番大きな問題だ、観点だと思うんですけれども、ただそれというのはあくまでその武漢及び中国の問題なのであって、じゃあこれからその東南アジア、もちろん日本も含みますけれども、そういった国々を第二の、その感染の拠点としてですね、そこからその国際的に感染を広げていってしまう可能性もやっぱり出なくはないわけですよね。なので、見た目の感染者数はその今まさにそのフェリーがその中で乗客を中心に感染拡大したので日本の、その感染者数が多いように見えるっていうのもあるんですけれども、実はこれ感染者の全数確認ができているわけでは当然ありませんし、実際それは不可能ですから、今出ている感染者数っていうのはあくまでその検査ができて確定した人、もしくは亡くなられてその検体をきちんと検証できた人っていうことに過ぎないわけですよね。そうなってくると、その今後その検査のキットがきちんと安く作れるようになって、また今まで6時間かかっていたものが30分ぐらいで検証できるようになるとっていう話になってくると、今までその患者としては見込まれていなかった人たちが、いや実はあの人はそのこのウイルスの感染者であったっていうことが後からどんどん分かってくるようになってくるわけです。で、ちょっとこのあたりはその我々そのいろんな製薬会社さんから聞いている話と実際に起きていることっていうのは若干違うので、そのどこまでどうなのかっていうのは分からないんですけれども、ただそのこれからその海外から日本に来る人、もしくは日本から海外に出る人に対するスクリーニングをどうやってかけていくのかっていうのは議論として出てくるのかなというふうには思います。で、パニックにならないでくださいっていうのは簡単なんですけれども、ただその今までその新型ウイルスの感染をその認められてこなかった人たちも同じような形でそのどう検証していくのかっていうのは、今の段階ではそのじゃあ具体的に15万人20万人スクリーニングをかけますって言われてもまずそれができない。だからこそ今回その NTT さん、この後の議論でもありますけど、 NTT さん、 NTT データさんの契約社員の方が40度の熱が5日間続いてそれまで検査をなかなかしてくれなかったって、これも事実でありまして、これ何なのかっていうと、その保健所もその多少体調が悪いぐらいでそういうその検査を6時間もかけてできるのかいっていう、そういう話になるわけですよね。で、それはその例えばその自分の吐いた痰であるとか、もしくはその血液検査を行うことによって本当にその偽陽性偽陰性のない形でしっかりとした検査ができるかって言われると、これはまた心もとないところなんですよね。で、そういったその検査できる容量も含めて、制限されている中で今出ている患者数が分かっているということが言えるのかなと思うんですよね。なので、そのあくまで疑いであって、そのウイルスの保有者であるかどうかっていうのは実はよく分からない。 でも、実際その体調が悪いのが長引いた、もしくはそれのその感染について確認ができる環境にあったっていう人たちが優先的にですね、今回その話が出てくると。で、例えばその屋形船でそのタクシーの運転手が新年会やってましたと、もしくはその、他のそのところで行くと、そのタクシーの運転手さんだけじゃなくて、いわゆるその普通のそのサラリーマンの方がその感染をしていたってなって、結果的にスーパースプレッダーというそのいっぱい感染させてしまう人になってしまう恐れってやっぱりあるので、本当はその早めにその検査ができる体制があったらいいんですけれども、でそれだっていうのはその一番今までどこにその患者さんが固まっていたかっていうと空港だったんですよ。で、その空港での検疫をもっと強化しましょうっていうのは、遅かれ早かれこの後中国や日本だけじゃなくていろんな国で行われて、今まではどっちかっていうと国や地域を指定してガバッとその地域からの入国者を禁じるっていうような話だったかと思うんですけども、これからはそのもうちょっと幅を広く持って、どこどこの何々というそういう地域から来た誰々さんはダメですみたいな話にこうなっていってしまうのかなというふうには思います。なので、その今起きている問題というのは、その検査をしきれないのでこのぐらいの患者数でとどまっているんじゃないかという恐れもやっぱある中で、どういう対応していくのかというのは非常にこう強くこう懸念として持たれているということなのかなというふうに思います。で、最後に3点目なんですけれども、働き方改革の中で一番重要視されるのは非正規雇用者の問題です。で、今回 NTT データさんの話というのは、本人がその5チャンネルにその自分の体験談を書いたりとか、いろいろ騒ぎのこうきっかけなのが非常にネット的だったんで、面白いっちゃ面白かったんですけど、ただ非常に深刻だったのは、やはりその彼らっていうのは、非正規雇用者であったということが今回報道でも出ましたし、いろんな人たちの持ち合わせをするだけじゃなくて、総武線、浅草線を乗り継いでですね、
職場まで行っていたということになってくると、通勤電車で熱を出している人っていうだけでも大変な騒ぎなのに、それがその新型コロナウイルスの保有者であった、キャリアであった可能性っていうのは否定できないとなってくると、これはちょっとその普通に通勤電車乗って皆さんその移動して働きに出ましょうとは、なかなか政府としても言いづらくなっていくんじゃないかと思うんですよね。で、この辺りはやっぱりその微妙なのは、なぜそんなその働かせ方をしたんやっていう批判が出やすいっていうことだと思うんですけども、NTT データが悪いかっていうと、なかなか微妙な線で、いわゆる一般的な会社さんで、非正規雇用者も含めたいろんな雇用形態をその抱えてやってる会社っていうのは、やっぱり勤怠管理の中で、体調悪い人はなるだけ家にいてねって、むしろちゃんと言ってる側の会社だったはずなんですよね。で、むしろそれ以外の、中小企業だとか、そのフリーランスやってらっしゃる方、多少体調悪くても仕事に行かなきゃいけないっていう人たちって結構少なくないはずなんですよね。熱が出たねと、で40度だねと、でも今日どうしてもその外せない打ち合わせがあると、でこれを休んだら次いつ会えるか分かんない、もしくは仕事がなくなっちゃうかもしれないと思って、そのはってでも行かなきゃいけないフリーランスの方とか非正規雇用の方っていっぱいいらっしゃると思うんですよね。で、この辺りやっぱその働くことに対する保障の問題なんですよね。で、いわゆるその自分のその体調が悪くてそのリスクを感じていると、でも働きに行かなかったら自分のその後の生活が成り立たないぞっていうような人たちは、やはりその多少の体調の悪さを押してでも現地に行ってしまいますし、その現地に行く過程でいろんな人と接触をしますし、電車の中で咳の一つもするだろうと、そうなってくると当然そういうウイルスは広がりますし、いろんな人たちのその健康を脅かすような事態になる可能性っていうのは小さくないわけじゃないですかと。それでも、でも俺それに行かなかったら食えないんだよって言われたら、じゃあ行くなって誰が言えるのかっていう話なんですよね。で、これというのはやっぱりその今までどちらかというと脇に置かれてきたその正社員と非正規雇用、契約社員も含めたアルバイトも含めたフリーランスも含めた働く人たちの保障の問題だと思うんですよ。で、この保障がどうしてもこう行き届かないと、自分のその具合が悪くても押して会社に行く、それによってそのいろんな人が感染の危険を及ぼされる、それによって多くの感染者がさらに発生するって、そういうスパイラルになってくると、やっぱ社会は不安になっていくでしょうし、その日本のその対策が後手回ってるっていうような批判の根幹にもどうしてもなっていくんだと思うんですよね。で、これっていうのはそのじゃあ貧困だとかそういったその過激なキーワードで覆いかぶせる問題なのかっていうと、そうではなくて、もっとその働く人たちがその具合が悪かった時に自分の意思できちんと休めるような働く仕組みを国が作っていかなきゃいけないと、制度的にやっていかなきゃいけないということが、やっぱ一番その公衆衛生の基本に来るんだと思うんですよ。で、それがそのなかなかこう把握できないまま、そのどこの会社があり、そういうの働き方をするのは良くないとか、その勝手にその誰かにその菌を広めてしまう、もしくはウイルスを広めてしまうのは、その障害に近いんじゃないかとかですね、その人や企業にその責任をそのかぶせて、その蓋をしてしまうっていうのは、やはり問題なんじゃないかなというふうには思うんですよね。なので、その翻って、その我々の働き方の中でですね、こういう問題はどんどん抑え込んでいかなきゃいけないんだけれども、ただ今の状況で、それがそのじゃあ明日明後日からその非正規雇用の人も体調悪かったらすぐ休んでくださいって言って、それがそのまま実効性になるかっていうと、そうではないので、やはりその緊急対策として休みやすい環境、体調悪かったらすぐに相談できるような状況を作っていくっていうのが、今まさにこう求められていることなのかなというふうには思います。なので、そのコロナウイルスだけの問題じゃなかったとは思うんですけども、こういう危機に対する対応において、都市生活の在り方、働き方に関する問題、この辺りは一回こう基本に立ち返って見ていく必要があるんじゃないのかなというふうには強く思います。こういう議論をすると、またそういうそもそも論を言ってって、すごくそのいろんな偉い人に嫌がられるんですけど、そういうことを今まで無視して、頑張って働くことは日本の美徳だとかですね、日本人は勤勉さが足りないとかですね、こう偉い人たちが言うわけですよ。いや、でもその気合や根性で感染症は防げないですよと。いざここに来て、その働き方も含めたその改革をきちんとやっていくことが日本において必要な議論なんじゃないですかっていうことを言ってるんですけど、なかなか理解はしていただけないですよね。もしよろしければチャンネル登録してください。よろしくお願いいたします。